いや、じゃあこれ、じゃあ秘密ね、これも秘密なんだけどね。力投がさ、東京来たじゃん。やべえで、な。東京来て、まあ、じゃあちょっと美味しいご飯でも食べ行こっかって言って、飯食い行ったのよ。で、力投もなんか、力投ってもうお酒飲める年齢だから、お酒飲むって言って、飲むって言って、飲み始めたのよ。で、一杯なんだっけ？何が飲めるって俺に聞いてきて、ブルーハワイ飲んだんだっけ？いや、最初はなんか、なんだっけ、忘れた。なんかカルガミルクだっけ、カ最ルガ初。ミルクは、いや、カルガミルクは後カルか。ガミルク。あ、そうそう、なんか何そかをの飲ん前で、に、なんかレモンサワーみたいなのを飲んだんだよね、確か。で、その後に、なんかもう一杯飲めるみたいなことを言ってて、で、じゃあカルガミルクとかにしたらって言って、カルガミルク飲んだら、マジキチーとかって言って、何回もマジキチー、マジキチー言ってて、何がで、きついの時間って言っ経ってからて、ね、それそうね。そう、ちょっと時間経って、マジきつい、マジきついって言って、何回も言ってくるから、何がきついのって言ったら、いや、きついって言って、まあ、別にもう無理して飲まなくていいんじゃないって言って、カルアミルク半分ぐらい残して、一杯半ぐらい飲んで、来た全部飲よ。まなかったっけ？全部全部飲ま飲んなでかっね。たよ。俺そはうっけ？飲んだよ、確か半分ぐらい。え、カで、ルアミルク？飲めなくて。で、外出たら、ブーってなっちゃって、なんかお店外出て、なんかこう排水溝みたいなところでブーってやっちゃって、くんごめん、くんごめんって言いながらブーって入ってて、何のプレイだよみたいな。くんごめん、くんマジごめん、ブーくん本当ごめん、ブーって。いや、別に謝んなくていいよって言って、なんでもそもそもごめんって言ってんのって言って、でそのごめんっていう意図は、なんかせっかく最初来てご飯をおごってもらったのに、なんかそれを戻すようなことしてごめんみたいな。 あかわいいじゃん、力ちゃん。れ面白かったわ。それで謝るんゲだ。ロしながらごめんって言ってるのおもろすぎた。超爆笑してた。ゲロって別に辛いもんごじゃないめん、かね。ごめん、マジごめん、だけかんら、なあれ。それ以来にきっと、もうお酒俺一緒に飲んでない。いや、一回飲んだっ飲んけ？だ、じ一回飲んだゃあ、けど、一杯で2回飲んだけもうやど、めようって感じで、一杯飲んで少もうなやめめにまはししょうてねってる。言って、そういう時やはばかっ謝るたのか。な。そういう時は謝る。そういあ、う時は謝っ普段てはた。謝んないのに。普段は謝んないけど、そういう時は謝ってた。やばいな、なんか。やばかったよ。いや、まさえ、でかも。ね、まさか一杯半で、しかも一杯目も別になんか強いお酒とかじゃなくて、強いいおやだから酒おだよ、酒全も何然。回か飲んだことあるって言ってたから、じゃあ弱いお酒にしないと入っちゃうかなと思って、なんかすごい弱いお酒にしたのアルコール度数の低いジュースみたいな。でも一杯半で死亡したから、もう事実上飲めないみたいなもんじゃんって。ああ、いける。あ、でもカルアミルクどうせ高いよね。カルミルクはちょっと高い。実は度数高い、あれ。なんか、個人的にさ、一番なんか、飲みやすいって言われてるの、お酒がアルコール度数、なんか低くてもめっちゃアルコールの味感じて、カルアミルクとかはジュースみたいに飲める。カルミルク、本当は度数高いんだけどね。度数高い方が本当はジュースみたいに飲める説。そんなことはない。普通にそんな焼けことなるよ。い。ダメなのか。外まで我慢するんじゃなくて、歩き始めた瞬間だったんだよな、来たのは。でも立ち上がった瞬間クラッとくるよね、お酒って。わかる。マセも電車の中で危なくなったことある。まず電車の中で電車での中もで、電車ってきつくね、でも。そう、やばい。降りれな電い車はし、や違ばう。そう。でも、吐くとかじゃなくって、目の前が真っ白になる。マセはさ、吐くとかっていうよりさ、目の前が真っ白になりかけるのよ。なんか貧血？それってお酒でってこと？それはとおないな、酒俺。飲んだら、お酒飲んだら貧血なんの？気持ち悪いと思って、なんか、立ち上がった瞬間に、なんか、音が聞こえなくなってきて、なんか目の前が真っ白に、なんか色がやなくばなっていくくの。ね？やばくない？そう。何それ？やそばれいはよないね。な。あ、でも出てきたよ。更年期障害で出てきた。私は更年期障害で出てきたよ。更年期そ障れ。害でアルコールを飲むと貧血になって、その目の前が白くなるって、今ググったらね、更年期障害でホワイトなんとかって言って、なんか、やば。ホそワれ、イトマフラッセ更シュ。年期障害だわ。そうそう、更年期でエストロゲンが減少して、ホワイトフラッシュ、突然なんかそうなっちゃうみたいな。ワンちゃんこれからおばあちゃんになっていく。更年期障害になっちゃって。やそう、更ばあ年ちゃ期んだっ障た害、のか。ババアじやゃん。っぱおばあちゃんだったのか。そう、なるんよ。きつ、それなんか、
リアルに辛くない？それもうなんかお酒飲みたくなくなるレベルじゃない？もはや。なんかお酒ってなんか人によって症状変わるんだな。変わる変わる。力道みたいにすぐ吐く人もいれば。吐けない人もいるよね、吐きたくても。俺吐いたことってあんまない。俺2回か3回ぐらいしか吐いたことないな。俺も初めてだよ、お酒で吐くの。え、それはだって初めて、うん、飲んだこと何回かしかないんだから、そりゃね。うんまあ、でもいや俺も分かんなかったからその時ちゃんとクンに飲む前に聞いて。でもさ俺水とちょっと分かんないからすげえ優しく言ってた。いろいろ水と交互に飲まないとダメだから、そうそう、そのいっぱいそのお酒だけじゃなくて水も頼もうねって言って水頼んであげてでご飯も食べながらじゃないとその胃が悪くなっちゃうからご飯を食べて水をいっぱい飲もうって言っていろいろちゃんと教えたけど、やっぱ2杯2杯ダメだった。ダメだった。1杯半で死亡した。やばいね。なんか強そうだな。エグザミ相当飲み会行ってない？いやいやいや、なんか飲み会行ってるイメージ。言うだけでだよ、うん。そんなにいっぱい別に飲むわけじゃないよ。どういう限界まで飲んだことある、エグザミって。いや俺も入ったことあるよ別に。ああるんだ。エグザミワイン飲んでそう。ワイン。いやワインは飲まない。飲まない。あ美味しくないもんだって。いずれ北陸だから日本酒飲む。あ日本酒。日本酒も飲ま、基本的にビールしか飲まないから。あとはまあいろいろ、まあいろいろ飲むね。なんか出たやつ飲んで、なんか白か黒、はい、え赤がどっちかダメワイン。赤あるよね。この前飲んだやつだダメだったもんだから。あこの前飲んだやつか。そうそうそう。何この前飲んだのって。あなんかいやそれマブニャが頼んだのね、その一本。うんうん。一本頼んでみんな飲むから飲むでしょっつったら俺一口飲んで、あこれまずいからマブニャ一人飲んだろって。マブニャ一本ぐらい自分で飲んで。マブニャすごい。マブニャやばい。マブニャ死亡じゃん。一番だよね、多分マミヤンが、うん、多分マミヤンが一番飲んでる。その代わりあれじゃん、手元怪しくなったじゃん、帰りの時やばかった。若干怪しくなった、ね、テンション壊れる。テンションも壊れる。マミヤンはテンションも壊れる。別に酔わないとは言ってないって感じ。ただなんかの一番飲むですごいね。俺は早々に変えちゃうから、なんかそのなんかご飯とかあんま美味しくなくなっちゃうから、あの出てくるやつが。だからある程度ビールをまあ 1,2 杯飲んで、まあ、その後まあ軽めのカクテル系飲むか、まあ、その後普通にウーロン茶にしちゃうかみたいな。すごいね。俺はその時のテンションだ なんか最高どれくらい飲むの？最高ってまあもう最高は覚えてない。わかんないから最高がわからんって感じだね。ワイン1本くらいだったら全然いけるんじゃない？え、ワイン1本も飲めんの？無理無理。いけるよ、多分。いけるいける。1本くらいだったらいける。2本は無理かな。でもワインって実はそんなないからね、あれ。アルコール。香川、お酒のイメージない、ね、なんかあんまり。香川、うどんってイメージ。粉も。香川、うどんのイメージしかない。うどんのイメージ。なんでなんだろう、なんでうどんなんだろうね。なんでなの、力道さん。うどんだからでしょ。え、そうじゃなくて、いやなだからそうじゃなくて、なんで香川はうどんが発祥なの、それ香川でそういうのって。わかんない。もう謎すぎる。場所バレるんじゃね。場所がバレる。どういうこと？それいやなんかね、いやわかんない。俺が聞いたのはなんかようわからん。なんかいやわかんない。俺も本当にわかんない今一。ん？その聞いた理由を教えてよ。何が？なんか今いや聞いた理由は場所バレるって言ってたから。力道が聞いた話だと何なの？なんか空海って人がどうとかって言ってた気がする。ググってみるか。空海広報大使さんじゃん。もうわかんない。わかんないです。わかんない。違うのかな。知らない。全く関係なかったらそれもあ本当だ本当だ本当だ。空海うどん出てきた。へえ、何それ。空海うどんの達人なの？わかんない。空海がうどんを中国から持ち帰ったみたいな。もうそれだけは知ってる。そう、もうあとは知らない。それなんかあれでしょ、なんか教育されるんでしょ、香川に住んでると最初に。この人が一番香川で偉いんです。わかんないわかんない。空海尊敬されてる。そう空海って有名な人なの？全国的に。確かうどん作るのって、うどんって確か土地が結構いい土地じゃないと生産できないんだよ。あ、そばはなんかどこでも作れる。いや、そばはだから、そば作れる、そばが有名な土地ってなんかあんまいい土地じゃないんだよ、土地の栄養素。うどんは結構土地がちゃんとしてないと、うん、うどんって作れないんですよ。え、じゃあ香川ってさ、土地すっげーしっかりする。いや、そんなことないでしょ、別に。正直、いや、いや、まず、分かんない。正直で、そんなん、どうしよう。いや、そんなん、結構主張するね。そんなん、どんな小麦でも作れるでしょ。いや、違う、そうじゃなくて、いや、そうやって俺も聞いたけど、育たないよ、多分。いや、関係ないでしょ。やんの、そんなの。うどんとそば、
土地によってなんか、そう、蕎麦が、土地が痩せてると蕎麦しか育つ、だからどこでも育つ、蕎麦はどこでも育つみたいな。夏雨降らない気候が小麦の生産に見て、そうなんだ。夏雨降らないの？香川県すごい池やばいんだよ、池の量が。池が多いってこと？そうそう、池が。マジでやばい。なんか雨がなんか干ばつの影響でなんかみたいな感じで。あ、貯水池がいっぱいあるってこと？めっちゃ池あんの。やばい。地図で見るとやばいほどある、マジで。改めて見るとマジでやばい。でもここら中に 水溜まりが。水使わないでねって言われるけど、リフトガンガン使うんでしょ。関係ないから。言ってた言ってた。リフトそんなの関係ないって。自分は別に使いたいから使うぜって。ため池だね。クソったじゃん。そら知らん。あ逃げた。そんな知らんとかって言ってる。いや言うて多分もっと使ってる家は使ってると思うし。でも、もう最低な発言だよな。自分一人ぐらい使っても大丈夫だろうとかっていうさ、最低な発言だわ。なんか人間の本性みたいな。まあね、クズだからな。人間の悪いところがよくなんか出てる。だってグルグルマップで香川拡大すると水色地域めっちゃあるって言ってる。見てみよう。そうそうそう、地図で見るとすげえあるよ。とんでもないよ。ほんとだほんとだほんとだ。なんでこんな池ばっかあんの。え、やばくない。え、徳島県とかと比べてなんか全く違うんだけど、様相が。水ばっかいける。え、さ、香川県ってさ、川がないの。この県いや、あるでしょ。この県川めっちゃ少なくない。なんかさ、点々とさ、あるだけ。いや、あるか。川はそこそこあるけど、なんか、あんまり大きな川がないんだ。え、リキトちゃん家の家の近くの川の名前教えて。やだよ。確かに。やだよ。バカだろ。リキトの家の近くの川の名前知りたい。バカだろ。え、念のため、念のため。でも香川で多分一番有名な川はね、土器川っていう川だと思う。多分ドブ川？土器川、土器川。違うよ。香川土器川って場所が一番有名。リトン住んでるとこの名前何？いや、ダメ。ダメ、ダメ、ダメ。ダメでしょ。教えてくれた俺、それ見てるのから。やで。みんなでさ、あの配信ついてからリスナーと一緒にさ、リトン家巡りごっこしようよ。やで。みんな Google マップ開いて、はい、リトン家の住所は何の何の何。はい、じゃあみんなでそこちょっと Google マップドンって言って、ここはリトンのなんか子供の頃遊んでた公園だよって言って。あ、そう、おもろいじゃん。リトン家の周り、Google マップないのか、そもそも。通ってる？え？通ってる通ってる通るでしょ。通ってる。え、家の前通ってる通ってる。マジ？あ、俺ん家よりとか、俺ん家、あの Google マップ通ってないよ。田舎すぎて。やば。田舎すぎて、俺ん家から、俺の家を Google マップで見ることできないよ、俺。田舎すぎて。香川狭いかんな。あれ、福井の俺ん家でも通ってるよ。俺の目の前に Google マップ、うん、通ってないね。なんか、あの、田舎すぎて、うん、その Google マップがやってこなかった。なんか無視してる。え、でもなんか最近さ、車以外にもさ、あの360度カメラみたいなのない？ああ、人が歩いてるみたいな。人が歩いてるとかね。でも多分それすらもうない。なんか一時期さ、学生の頃、Google マップでさ、海外を見るのが楽しかった。ああ、わかる。わかる。イタリアとか、あ、この街並みいいなとかって言って見るのが楽しかった。Google マップで？うん。行けるんだよ。どういうこと？行けるって。あの地図で、地図っていうか世界地図にして、なんか適度にピペペペペって拡大してったら、そのイタリアとかの街並みが見れる、 Google マップ。あ、正直世界の国って正直わかんないや。行ったことないし、地図で見たことしかない。正直日本出て暮らしていける気がしない。マンセア大丈夫だ。マンセア日本で暮らしていけるから。うん、心配しないでも。本当日本で生まれてよかった、うん、よかったね。うん、多分銃で殺されてる。マンセア銃で殺されるの、わかんない。ワンちゃん銃で殺してる側かもしれん。いやいやいや、ないでしょ、ないでしょ。